どうも、吉本興業所属10年目蛙亭です。よろしくお願いします。お願いします。ユニット解禁でどの大会になると思いますか？はい、ユニット解禁ということで、今年だから それが発表されて、もうみんな口々今年やばいぞやばいぞって言って、でまあなんとなくその情報出た時に、あ、盛り上がるんだろうなとは思ってたんですけど、こう近づくにつれ具体的になってきまして、あそことあそこがコンビ組むユニット組むとかになってきて、やっと危機感ちょっと出てきましたね。本当に強敵がたくさん増えるなと思います。私はもうワクワクするぞ、この人ことだし、うん、と思います。みんなオラワクワクするぞって言ってたじゃん、あの人も。あの人って、あの人って言わんや、あの人のこと。あの人も、はい、怖いとかじゃない、ワクワクするぞですね、うん、ライバルはいますか？ライバル、うん、僕全然いないんですよ、ライバル。正直これがその良くないとこなのかわかんないです、うん、本当にライバルとかいないですね、マジで。二人ともいないはまずいか。大丈夫です。でも事実だからな、うん、ライバルいてもいなくてもベスト尽くすことには変わりないですから、うん、一番最低な答えがいないんですけど、ええ、せめてまず自分に勝たないと、うん、そう、その人に勝ったところで最終的に自分に勝たないと、そうしよう。めっちゃキモい、ってことはライバルは自分っていうやつね。キモ。優勝したらどうしますか？まあこれは二人とも常々言ってるんですけど、あのツアーね、ネタで全国を回るってやつね、これは憧れますから。岡山と宮崎出身なんで、うん、我々が、はい、岡山と宮崎を凱旋ライブ、うんうん、して、まあ、全国津々浦々回って、はい、これやりたいですね、はい、最後に意気込みをお願いします。はい、優勝します、はい、もうその一言、もうそれ以上でも以下でもないんですよ、もう本当に。あの決勝行きますじゃダメなんです、うん、はい、決勝行けても優勝しないと、うん、優勝します。本当に僕頑張ったことなくて、人生で初めて頑張ってるんですよ今。本当に撮りたいなって思ってて、絶対撮りたいと思います。鼻の下ピカピカやん、乳液で。コンディションバッチリです。撮ります。バッチリみたいなんで優勝します。